はい、皆さんこんにちは。村長スタジオです。今日はユージャムのスラップというスラップベースを簡単に扱えるソフトのスタイル集を一気見していただくように準備しましたので、約30ぐらいあるスタイルにさらにバリエーションとして6つぐらいのバリエーションがありまして、そこにイントロ用、フィル用というのがまた7つあります。その他にコモンフレーズというフレーズがありまして、このフレーズは名前の通り、どんな楽曲にでも合いそうな一般的なフレーズが2オクターブ分あります。その2オクターブの中にもイントロやフィル、そして一番いいのはフィンガーモードとスラップモードをオートメーションなどですぐに書き換えれるということです。これを皆さんに一気見していただくために、いろいろオートメーションでパラメーターを切り替えながら聴いていただきます。ベースキャラクターも大きく分けて4つ、アンプも3つプラスダイレクト、この音自身も切り替えて見ていただくようにしたいと思います。それ以外はコンプレッサー、そしてエフェクトのフィニッシャーは生音をしっかり聴いていただくために切っています。そんな感じでサンプルを見ていただきます。途中にはいろいろユージャムを使う上でのチップスもテキストで表示しますので、聞きながらそして見ながら勉強してみてください。さあ、それではスタートします。コモンフレーズの一覧です。このフレーズは4小節行く間にフィンガー弾きとスラップベースを交互に出しています。そしてアンプも切り替えながら、キャラクターも4つ切り替えていきます。聞いてください。続きまして、スタイルフレーズ。スタイルフレーズはこのぐらいあります。約30あると思います。この 30× かけるその中での主要なグルーブが7つあります。そして上にイントロとフィルがありますので、イントロを入れたりフィルをかましたりというところがこの赤いところに書いてあります。ですからそれらを変えながら、キャラクターも随時変えていきながら、キャラクターは各4小節でどんどん変わっていきます。そしてアンプの方も最後の方にはこの黄色いラインですね、ここでアンプの種類が変わっていくように設定してますので、これで大方のユージャムスラップの
音やフレーズというのは確認できると思いますので、楽しみに聞いてください。また途中で聞いてもらいながら、UJAM の使い方のチップスなどもメッセージを入れていきますので、そちらも楽しみにして読みながら聞きながら楽しんでください。では行きます。最初はこのフレーズからスタートします。
Thank you.
Thank you.
はい、皆さんどうでしたでしょうか。ユージャムのスラップベースを得意とした、その名の通りのスラップというソフトです。音もいいですし、簡単に白玉和音を並べるだけでこんなに素敵なグルーヴがチョイスできます。皆さんも特に時短制作するのにうまく活用してみてください。今日はありがとうございました。村長スタジオでした。